千葉県立東金高等学校は、千葉県東金市東金にある県立高等学校。千葉工場に続いて設立された千葉県で二つ目の県立高等女学校であり、百年以上の歴史がある。徳川家康が土井都市活に命じて造成したおなり街道の宿泊所、東金御殿の跡地に建てられ、東金市の中心部にあり、南側を除く三肩を山林に囲まれている。 校舎の東側には八角湖と呼ばれる池があり、毎年入学式頃には湖畔に植えられた約300本の染井吉野が咲く。また校舎とは別に野球部、サッカー部専用の日吉大グラウンドがある。家庭としては各学年文系の1クラスに特別進学クラスが設けられている。平日の朝、土曜日には平日、土曜課外授業。夏休みにはサマーセミナーが、 希望者を対象に行われている。またキャリア教育にも力を入れている。震度としては、2009年度卒業生317人、大学進学180人、短期大学20人、専門学校40人、就職27人、その他46人である。八鶴祭と呼ばれる文化祭では、過去2年にわたって、朝日新聞千葉版に掲載されたこともあり、 そこそこの盛況を見せている。他の行事としては、スポーツ祭、芸術鑑賞会などがある。制服は、男子は学ラン、女子はジャンパースカートである。2009年度より、八角国林運動を行っており、高校周辺の地域美化活動を積極的に行っている。東金市内には他に高等学校が2校あり、千葉県立東金商業高等学校。 私立の千葉学芸高等学校がある。オーストラリアのサザンクロス校と姉妹校になっており、1年おきに2週間程度の派遣等受け入れを行っている。長い歴史を持つ演劇部は部員自ら脚本を作成する創作劇を伝統とし、今でもその伝統を受け継いでいる。また、特別教室棟屋上にはプラネタリウムがあり、天文部が活動している。 千葉県の県立高等女学校は1900年に千葉県高等女学校が設置されるまで存在せず、その後も千葉工場1校のみという状態が続いていた。すでに9校も設置されていた千葉県立の旧正中学校とのバランスが著しく、不均衡であることから福岡町への県立工場の増設が県議会に繰り返し図られたが否決され続けていた。 その一方、1906年頃から、第2師範学校や、旧正中学校の誘致に失敗していた、東金町による工場誘致運動が活発化し始める。二度の誘致失敗を受けた、粘り強い運動の結果、1907年12月13日、千葉県議会が、千葉県第2の高等女学校として、東金高等女学校設置を議決した。 翌1908年4月15日に生徒募集広告が出され、4月28日に本進路で初の入試が行われ、翌日に合格が発表、定員20名オーバーの100名が合格した。合格者は学歴も年齢も一様ではなく、最年長の合格者は21歳であった。校舎がまだ存在してなかったので、東金染色学校の旧校舎を、 仮校舎として、開校、遠方からの生徒のために5月3日に寄宿舎が設置され、1910年8月には、東金御殿跡の現校地に本校舎が完成している。部活動は、バレーボールが2006年度から5年続けて、関東大会に出場。2005年度千葉県高等学校バレーボール1年生大会で優勝。 2008年度関東大会千葉県予選で優勝。2008年度春の高校バレー、千葉県大会に出場。卓球部が2006年度県公立学校大会に優勝。2007年度の関東大会、関東新人大会に出場。卓球部が2006年度関東新人大会に出場。文化部では2007年度に 吹奏楽部が東関東吹奏楽コンクール出場。総局部が2005年度に文化部のインターハイと呼ばれる全国高等学校総合文化祭に出場し、有料賞を受賞し全国7位の成績を収めている。2008年度に引き続き2009年度は2年連続の出場となる。カメラ2008年度。 2009年度2年連続で全国高等学校総合文化祭に出展。他には女子バレー部、バスケットボール部、野球部、サッカー部、女子ソフトボール部、剣道部、空手道部、新体操部、山岳部、声楽部、演劇部、番組制作同好会、ダンス同好会、英語部、美術部、作動部、稼働部、天文部,部,部,部などがある。 部活動の参加率は7割程度である。1923年に多くの軍立や組合立、町立の女学校が千葉県に移管され、県立工場になったが、それ以前は千葉県で2つしかない県立工場のうちの1つであった。東金高校の歴史第一巻。 明治編千葉県立東金高等学校1974学生改革により他の元旧制中学校と同様に男女共学となったが元旧制中学校へ入学した女子生徒とは異なり卒業まで持ちこたえることができず実際には長らく女子のみの学校であった。ありがとうございます。